高須は、寒冷地適応した新人類と想定されているが、詳しい俗種は未称。高須の特徴としては、深い思考を巡らすよりも、目の前にあることを片付けるというような、実利的、実行力があるのが特徴。身体能力が高く、古代から騎馬傭兵として活躍してきた。また、ウバイド人に比べて生殖力が強く、 生殖力が弱いウバイド人に比べて数を増やしやすい。端的には飲む、打つ、買うが好きな人々である。会社組織で言うと、出世欲が薄く思考が好きだったり、企画が好きなのがウバイドで、高須は上昇思考が強く、出世を好み、役職の肩書など虚栄を好む。なお、純血性の高い高須は、ある風習を今でも有しているが、それの名言はここでは避ける。 この特性は、おそらく高須がかつて閉ざされた環境により、限られた頭数の中で子孫を残してきたからではと思われる。高須という上位集団の下に高須族といわれる、各地にいた雑民たちが加わった集団がある。高須は騎馬民族となり、騎馬傭兵として活躍してきたが、その出自はポントスカスピ海草原の遊牧民と思われるが、歴史上で著名なのは、月イ人、ミタンニの古リ人、 アッシリア人などである。いずれも古代世界史、オリエント史には必ず登場し、活躍した人々。キバミンタカスをキバミンにも向く一部のウバイドが率いていた。これまでタカスの部の面を述べてきたが、タカスは外科にも通行している。タカスも、ウバイド人同様に古代エジプトに入ったが、古代エジプトではミイラ作りが巨大な産業であり、ミイラ職人たちを束ねるようになる。その中で、 人間の肉体的特徴、性質を熟知するに至り、下下手術を得意とするようになった。人間の肉体組織を理解しているので、爪で人体を切ることができたそうである。エジプトでは、ウバイドが新官団を形成し、タカスはファラオ、将軍、ミイラ作りに従事した。エジプトでは、新官団の力も強いと思われている一方で、ピラミッドや黄金などファラオの権力も強かった。 という印象があるが、実際はウバイド新刊団がフィクサーであったということになる。明確なタカスの定義がなく、タカスという言葉が先行し、実際どういう条件を有するのか不明である。しかし、時代が下るほどに生殖力の強さから、タカスやタカス族の数は増大するようである。外科が専門であるため、タカスは整形が得意である。古代から整形は行われ、 エジプトのファラオの特徴が頭が細長いというのがあるが、それも高須の術によるものであるらしい。影武者作りにも整形は必須で重宝されたようだ。整形手術の際には鎮痛剤としてアヘンが必須で、このような点からもウバイドと高須は共存共栄。なお、整形技術が現代では美容整形にもつながり、日本では高須という名字の美容整形医が著名。また、 高須成形特区が日本の隣国に存在する。高須を即座に理解しようとするのは難しいが、日本においては源氏や武士が高須や高須族である。源八万太郎義家、高麗二郎義綱、新羅三郎義光は、羅人に関係する朝鮮生まれの高須である。源氏の系統に潜入したのである。源平統吉のうち、源、武家、や藤原、南家、は、 養子縁組からの高須混入率が高い。なお、平氏はもともと縄文怪人をベースにした怪人、立花は高等や身からやってきた奪い土に関係する。民族学用語の参加については、本来的には高須を指す言葉であるが、高須はその存在を自ら陰徳するために、和人である農耕民や朝鮮都来の人々にその故障をなすりつけた。そのため、参加への謎が深まることになり、 多くの書籍を生み出している。また、明治期の市民平等を契機として、新平民という故障が生まれ、誤解されているが、新平民は旧非差別民ではないし、差別用語でもない。本当は、特殊な存在であった、高須や高須族が一貫して区別、差別ではない、される存在であったが、明治を機に同等に扱われるようになったので、新平民と呼称されるようになった。 武士になった高須に、新平民となる高須など、高須の中でも社会の中での差が生じているが、その原因は未消。高須は、その肉体的な強さ、活発さ、生殖力の強さで、日本のみならず世界で政治経済の表舞台で活躍した。日本人の構成でいくと、縄文系は縄文人と奪いど、弥生系はシナの反応反与の高難和人であり、 この後古墳時代に入ってくる騎馬系や古墳づくりの労働力になる人々が、高須や高須族。日本人は、この三つの系統が混交している。以上が高須の概説である。日本の高須について、日本の歴史の理解のために別途もう少々詳しく説明する。